はい、こんにちは、カッパパです。目の前にあるのはね、プリウスの30系ですね。1個前のプリウス、型番がこちらになります。新車登録が平成21年ということなんで、およそ10年前です。この型が出てすぐ世に出たプリウスなんですが、これから見ていただくと分かるんですけど、程度がめちゃくちゃいいんですよ。でちょっとご紹介したいと思います。はい、特にね、ナンバーとか隠さないんで、まあ、そのまま映しちゃいますけど、ボディ的にはね、もうほとんどというかほぼ傷がないです。でこれはね、ガレージ保管をしてましたんで、本当に水垢すらないですね。はい、これがサイドになります。サイドも傷一つありません。はい、ちょっとね、日陰になってますけど、リアもこんな感じです。はい、でこれがね、左サイド。塗装も非常に綺麗で、まあ、完璧にクリアが残ってますね。はい、ここからね、撮影は GoPro の8で行います。はい、内装はですね、もうファブリックの生地のすれもないですし、まあ、ほぼ傷一つない状態です。乗ってみましょう。ちょっと見ていただきたいのはここの部分なんですよ。はい、起動しました。でね、見えるかな、はい、距離がね、4万1000キロなんですよ。これ平成21年車で、もう10年以上経ってるにもかかわらず、ほとんどね、痛みがないんですよね。僕ね、自動車関係の、まあ、資格を持ってるんで、まあ、エンジンとかタイヤとか足回り、ブレーキね、まあ、点検したんですけど、ほとんど問題ありませんでした。で、前のオーナーがまあ、タバコ吸う人じゃなかったんで、もちろん中身はこう何の匂いもありませんし、まあ、汗臭さもほとんどなかったんですが、まあ、多少ファブリーズをね、昨日かけたんですよ。で今日なんか全然もう匂いはないですね。はい、じゃあ今度は後ろの席行きます。はい、後ろにほとんど人乗せたことがないらしいですね。ファブリックシートのすれもね、何にもない本当新車のシートかと思うぐらいですね。後ろのゲート開けます。ほらね、見て、綺麗でしょこれ信じられないぐらい綺麗です。ここにちょっと入るんだね。これを確かね、開けると中はね、スペアタイヤが入ってます。今ね、スペアタイヤ付きの車ってほぼないんですけど、まあ、この時代はね、まあ、スペアタイヤがまだまだあったんでしょうね。で、これがね、トノカバー。はい、こんな感じになります。まあ、実際トノカバーほとんど使わないと思うんですけど、でね、僕がやりたいのはこれ車中泊仕様に改造しようと思ってるんですよ。プリウス30で車中泊っていうのは結構皆さんされてる方が多い、まあ、そんな YouTube もね、僕何回も見たことあるんですけど、やっぱ段差っていうのが多少なりともありますので、まあ、天井は低くなりますけど、フラットな床を今後作っていきたいなと思います。タイヤがね、走れないわけじゃなかったんだけど、まあ、新品にしとこうということで、近所の量販店で一番安いの買ってきました。で助手席なんですけど、はい、こんな感じです。ちょっとごちゃごちゃってしてますが、これ何やってるかっていうと、ヒューズ電源取ってるんですよ。見えるかな？ここにね、足元、助手席の足元にヒューズボックスがあるんですよ。ここからね、電源取ってます。まあ人によっていろいろ取り方があるんだけど、背はないんでヒューズボックスから分岐させてます。もうすでにくっついてるのはさっき前後のドラレコをつけて、それはシートヒーターから取ってます。10アンペアのとこね。でもう一個はね、 iPhone の充電だとか、まあ、パソコンの充電、そんなものに使いたいんで、もう一つシガーの部分かパワーアウトレットですね、
このどっちかから分岐させていきたいなと思います。でなんでこっから取るかっていうと、これもよく知られた話ですけど、あのプリウスの市があってこんな奥にあるんですよ。こんなねセンターコンソールのね奥の奥にあってね、これどうしろって言うんだよね本当に。だからこっから実際撮るのは、ちょっと不格好なんで、全部足元から電源取ってね、そっから分岐させていきたいと思います。この後いろいろ山行ったりね、キャンプ行ったり、そういったものをやるために、この車、遊び車として買いましたんで、こいつを可愛がってあげようと思います。プリウス30系ですね。前期。こちらのご紹介でした。はい、ありがとうございました。かまとでした。